富士 LM-1、春風、アメリカの個人所有機 LM-1 は、陸上自衛隊が運用した、連絡機。富士重工業が製造した、L は連絡機を表す記号、M はベースとなった、T-34、メンター、メンターの略である。自衛隊での愛称は春風。1953年11月、富士重工業は、 ノックダウン輸入が決定した T-34 エレン周期のキャビンを改良して4、5席化することを計画した。これは東南アジア向けの需要を期待しての計画であったが、商談が進まず一旦頓挫した。1954年、保安庁が再編されて防衛庁が発足するにあたり、富士重工業は陸上自衛隊向け多座席連絡機の要求を受けていたことから、 急遽試作を開始。試作機 LM は1955年6月7日に初飛行した。航空局の対空試験に合格した機体 JA3098 は、主翼はクリーム色、胴体は赤に白いラインの富士銃マークをイメージさせる塗装を施し、工場近くの継承地から日光と名付けられた。この日光は1957年に小竹が制作。 公開した木下圭介監督の映画作品、喜びも悲しみも、いく歳月の撮影に使われ、映画のオープニングに講演として、海上保安庁とともに、富士重工株式会社 LM1 型日光機種さらに、LM をとに自衛隊仕様とした、機体 LM-1 を製作、1956年9月8日に、初飛行した。比較試験では、 川崎重工業の KL-2 やデハビランドカナダの DHC-2 に比べて T-34A と90%以上の部品が共通であることが利点となり他2種を退けて正式採用され10月2日に1号機を受領した。以後、1957年までに24機がアメリカ政府の対外優勝供与として生産され、米軍から供与された。また、 民間向けには1959年3月までに2機が生産されたが、うち1機は XKM へ改造された。総生産数は LM を含めて27機である。陸上自衛隊では、富士に1963年に2機、1964年に1機を出力増強のための回収を施させ、プロペラとエンジンが KM-2 と同様に改造された。これら3機は、 LM-2 とされた。陸上自衛隊では1983年までに退役したが、LM-1 は米軍からの供与という形を取ったため、陸自のすべての機体は用途廃止の際、形式的にアメリカへ返還された。多くは書類上でだけ返還して直接廃棄となったが、そのうちいくつかの機体は現在も アメリカで民間機として使用されており、中には陸上自衛隊の OD 色系塗装を施した機体もある。レシプロエンジンの小型プロペラ機でエンジンとプロペラを機種に搭載し、主翼は低翼配置、座席は並列配置といった一般的な機体である。キャビンは大きく変更されたが、性能は燃料搭載量が若干増加したことを除けば T-34 と変わらない。 キャビンの天井が開き、荷物の出し入れが可能である。ありがとうございます。